それでは久々のラジオ動画です、まあ、結構最近はこまめに更新してたかなとは思うんですけども、まずはもうこの項目一番上にも載せてるんですけども、工房復活ということで、まあいいのか悪いのか特に呼ばれたわけでもなく戻ってまいりました、この4月からねもっとこう大々的に何でしょう、ブログ更新したりいろんなところで宣伝したりってことをしたかったんですけども、まあその準備を1月2月しながら、まあいろんな仕事もありで体調崩して倒れっていうことがあったのと、でまあちょっと今回しっかりと準備してみたいなっていう気持ちがあって、なんとなくね僕全般的に何やっても85点ぐらいでいいんじゃないかみたいな気持ちがあって、そこで終わってしまうのでしっかり作り込もうということで4月頭でバンと再開ってしたかったんですけども、ちょっと今ゆっくりと準備しているところです。まあでも形としてはね、もう1日の作業のほとんどがこの工房活動の、ね、作品ですね、創作活動になっております。長かった1年が本当に、でもここからがね本当に何でしょう、今までやってきたことの繰り返しになってしまうと思うんです。うん、なんか自分がやってたことは大きくは間違ってないと思うので、根本的に変えてっていうわけではなくて、やってきたことをなぞりながら、思い返しながら、この目指してたところまでっていう気持ちでいるので、でそうなるとこう一日一日の作業っていうのがなんか一日が早く感じる、もう年齢的なものかわかんないですけど、この去年1年間っていうのは本当に毎日が新しいことづくめで史上最高に長い、人生一番長い1年を過ごしてですね、うわ1年ってこんな長いんやってすごい辛い、だったんですけども、まあ工房になるとねちょっと本当に気持ち引き締めてプロ意識持っていかないと本当に何も残せないので頑張りたいなというところです。でね、ちょっと待ってよ、喋り出したらいいけど席がまだ体が治ってないのかなこれ。でもう2番目、学校の先生は優しいって書いてるんですけども、まあ学校の先生ですよ、この1年間。僕は別に先生ではないですけど、まあ、アルバイトの形でちょっとだけなんでしょう、職場体験をさせていただいたんですけども、まあ面白いしで優しいし、先生方が、まあ、生徒のもう面白いのがいっぱいいてましたけども、なんかいいなって、もう一個人生があったら学校の先生やりたいなって思う職業。その今までに僕は、まあ、機械加工の仕事ばっかりだったんですけど、ずっと別のとこで勤めて、でその時はあんまりしっくり来なかったんです。それなりにやってはいましたけど、1年目から違和感はあったし、でなんか何でしょう、悪い意味ではないですよ、その嫌いじゃないけども、なんか自分自身がハマりきれてないな、どうしたらいいんやろうっていうところがあって、でも今回のその学校生活はですね、ハマってはいなかったですけど最後まで、ただ僕自身はすごくこうなんか居心地がいいというかね、あいいなーって、なんかこういう分野っていいなーって、僕はまあいいとこ取りで、なんでしょう、メインの仕事なんて全くしないので、後ろで1割も仕事してなかったと思いますけど、何かね一度その 100% そういった仕事をしてみたいなっていう気持ちになれた1年間で、で、まあ公募活動をしながら先生の免許を取りたいなと思って、でその僕の恩師である方にアドバイスしていただいたのが、その工房としてブレイクしたとして、あんまそういうこと言われたことないんですけど、まずブレイクしたとして、それがいつまで続くんやと、2年3年で続かなくなるかもしれないし、その波は必ず出てくるから、ちゃんとした免許を持ちなさいよというふうに本当に大人なアドバイスをしていただいて、
なんか、まあ、嬉しかったですよ。ブレイクなんてしないっていうのが、まあ、基本みんな思ってるし、僕自身もそこは、なんか、不安はすごくいっぱいの中、やってるので、なんか、しっくりきたというか、すっと自分の中に入ってきてですね、そうだなって。もしも、この、さっき自分が困った時に何か仕事を作ってなったら、僕はもう一番は、まあ、この先生がいいなって思えたので、まあ免許取れるようになんとか、頑張りたいなと。で、一応気持ちは通信でって思ってたんですけど、調べる限り通信で教員免許を取るっていうのは相当なハードルらしくて、で、まあ、そもそも、何でしょう、先生たち優しいから、その中に入りたいなっていうだけで、自分自身が何の先生になるんやって言われると、僕何にも引き出しがないので、まあ、ちょっと一つある引き出しはあるんですけど、それも開けたくないなと思ってて、まあ、一から勉強したいなっていうことで、まあ、この一年、しっかり勉強してみようかなと。通信ではなくて、来年受験っていう形で、もともと今年そのつもりで出たんですけど、思ってた以上になんかドタバタして、今年去年かな、できなかったので、まあちょっと勉強してみて、で、工房の活動をメインで、まあその中で挫折したら、まあそこまでやし、どこまでいけるかやってみようかなって、まあ本当そう思えるだけのね、出会いをたくさんいただいて、うん、なんか良かったなって。で、これ多分ね、良かったなってどんどんなっていくと思います。嫌な思い出ってなくなっていくから忘れていくんで、もうすごい良かった思い出になっていくだろうなと。思い出ぐらいがちょうどいいですけどね。で、ライブ配信再開ということで、まあ、やっぱり、うん、ライブ配信僕苦手なんで、これも数日前から再開はしているんですけども、それもあんまり、こうどう喋っていいかわからない、どう終わっていいかわからないっていうようなところで緊張するしって思ってたんですけど、まあ、うん、この人と接する機会が一挙に減るので、僕はまあライブ配信でいろんな方と話ができたりで、まあ工房の宣伝ですね、うちは。で、チャンネル登録者っていうのもどんどん増えてほしいとこなんです。で、目標としては、その、なんて言うんだ、広告収入が目標ではなくて、僕はもう展示会に足を運んでくれる人と出会いたいっていうところなんですよね。まあ、ネット上の付き合いで顔も名前も出さないっていう、まあ、一つのマナーの中で、やっぱりそこは、僕のやり方はしんどいとこではあるんですけども、まあ、できたら、うん、作品に興味を持ってもらえて、やってんのゲーム配信ですけどね。作品動画もこれから載せていくんですが、やっぱり頻度としてはゲーム配信の方が、まあ、こう、なんだろう、球数を出せるというか、どん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 、ペースよくいけるんで、作品すぐ仕上がってこないんで、まあ、このゲームの人気にあやかりながら出会いを見つけて、で、その中で、出会った人の中でさらにこう、作品に興味を持ってもらえる方が出てきたらな、という、ところも踏まえて、ライブ配信を再開していきたいなと思っております。ただあくまで僕メインは編集動画でいきたいんで、それも入れながらライブ配信、編集動画で工房活動、工房作品ですね、作品動画でラジオ動画、あとはもう一つ考えてるのは、まあ、手元配信かな。そのものづくりしてるところっていうのをずっと流してみたらどうかなっていうのはあって、まあちょっとうちの作品作りはあんまり載せれないんです。載せたくないなと思ってて、ある程度その、何でしょう、こう他にない技術ではあるので、隠せるところは隠したいなと思ってて、で、なんかそんなんしてたらあかんでみたいなことを煽ってくる人って、ま、必ずいるんですけど、ええやないかって思ってます。それでもうね、なんでしょう、売れ方も選びたい。こんだけ下積みが長かったら、なんか自分のペースでいきたいなと思ってて、手元配信ちょっと別のことをやろうかなと思っております。まあこれはしばらく準備してからですね。今他のことに時間を撮ってるというか、下に書いてるキーホルダーの王様ですね。なぜかキーホルダーを作り始めたという、まあ
僕のメインは紙細工、全部紙でできた作品なんですけども、メインというかそれが全てなんですが、まあどうしてもネットに弱いんです。インターネット上でネット注文を受けるのに、何かわからないものっていうのはなかなか買ってもらえないし、で、写真で表現しづらい、動画で表現しづらいものにどんどんなっていきます。これからもさらに、小さく緻密になっていくし、まあ唯一無二のものを目指すってなってくると、もうその写真動画ではわけわからんものになっていくと思うので、まあそんな中で、こう世間とつながれるこの武器が欲しいっていうことで、まあ、それがこの一昨年やってたキーホルダー作りだったりとか、まあ、その前にもう10年ぐらい続けてるイラストだったりとかね、このあたりはもう僕としては自分なりに必死にこの何でしょう、需要に歩み寄ったというか、世間の流行りになんとか追いつこう、ついていこうっていうことで作ってる分野で、まあ、イラストがあり、アクセサリーがあり、もう一つ、まあちょっとこのキーホルダー、値段的にもね、もう少し安く、世間一般のキーホルダーよりは高いですよ。だって、大量生産ちゃうし、一個一個作るし、本当にね、もう一個一個作るの、びっくりするぐらい一個一個作ってるんですよ。出来上がったやつの、その角を落とすのに、その、なんていうんですか、歯医者さんで使う、名前何やったかな、ルーターか。とかで角を全部落としたりとかね、細かい作業をずっとしてるんですけども、まあなんか一つね、こう商品らしい商品ですね、アート系ではない、何かこう商品って言えるもの、僕もともとうちはアートじゃなくて全部商品なんです。実用性のない商品っていう風に言ってて、で、まあ、飾るだけですよねっていうものを今までやってきたんですけども、まあ、キーホルダーだったら、まあ、ちょっと持ち歩けるアクセサリーもそうですけど、まあ、ちょっとだけそのあたりがね、商品、さらに商品らしさのあるものということで、キーホルダー。まあ、これも、突然の思いつきでやってはいるんですけど、なんか自分の工房とかを知ってもらうとか、表現するものの一つとしては、いい媒体になるんじゃないかなと。結構、なんでしょう。いいと思う、まあ、作品もね、作品作りもやりだしたら止まらなくなるんで、それも少しまた新しいスタイルで何度かも載せてはいるんですけどね、カンカンの中に作品を入れて、で組み立てる形にして、もう今までは作品は手で触れないっていうのがうちの作品全てそうだったんですけども、ちょっとこれからはその部分を一度崩してみて、手に持つことができるという形のものにしてみようかなと思ってます。でどちらもね、ネット販売できるような形になると思うので、その辺もね、またスタートしたらご協力いただけたらなと思います。宣伝活動いつも同じメンバーにお願いしてますけども、もう友チル勢の 5,6 人がいつも宣伝してくれてるけども、まあうん、やっぱりそういう、これからはね、感じ悪いというか、なんか、いやらしいところではありますよ。したたかに生きていかなあかんなとは思うので、工房をね、形一つのものにして、なんだろう。ブームちょっと悩んでんのがね、ブームに乗っかるかどうかっていう、そのキーホルダーも今だから平成から、令和ですか、令和って言ってしまうけど令和なのかな、に変わったというので、もうちょっとこの撮影時はテレビもそうだし新聞もずっとそのブームがバーって起きてて、でいや平成のキーホルダーとか令和って書いたキーホルダー作ったらいいよっていう話をこの間してて、で僕もノリノリで面白いねとかって言って、で準備してたんですけど、まあ当然今いっぱい出てるじゃないですか、平成令和の看板を持ったキーホルダーキャラクター、今キーホルダーだけじゃなくていろんなグッズもう何もかも出てるかと思うんですけど、なんかやらしいなって思ってなんかでけへんなって今ちょっとそこがね、もうやると思うんですよ、思いついたし準備もしたからやると思うんですけど、なんかでけへんなって
あいつやりよったなってなるんかなって。やっぱり自分の中での理想としては、まあこのアトリエ造形の王様っていうこのロゴが入ることで、それが一つのブランドとしてね、このロゴ入ってるやつが欲しいぞってなってもらえることが一番嬉しいことですから、それがその令和とか平和、平和じゃね、平成とか書いてるやつを売るっていうのが、なんともなーってちょっと思ってしまうところで、なんかこの間もちょっと話してて、目標どんな人みたいになりたいのっていうのがよくね、こういう話はそのいろんな人たちとするんです、作家さん同士でも。でそれぞれみんな憧れとか目標とかがあって、だから僕はないんです、何かに憧れるっていうことはあんまり、あんまりなくて。でそれは何でしょう、もの知らんからやと思うんですよ。こんな人おんねやって知ったらまたそこで変わるとは思うんですけど、僕自身は今のところは自分がやりたいことをやりたいっていうところで、で自分のやってることを認めてほしい、一つの形にしたいっていう部分で言うと、やっぱり一ブランドですよね、の誰かっていうか、この名前がそのまま一つのブランドとして確立される日がいつか来たらいいなというところで、まあ言いながらね、わかんない、もうこの後すぐに令和キーホルダーを作るかもしれないですけども、ちょっとキーホルダー面白いんでね、またこの辺準備してやっていきたいなと思っております。もう始まるよ、またちょっと、またこれからね、ツイッターのタイムラインとかかな、だったり、いろんなところで、作品をバン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 上げるようなことになってくるかと思うんですけども、ミュートにせずにお付き合いいただけたらと。もう途中の部分ね、家庭とかも載せるんで、もうまた同じの載ってるやんってなると思うんですけども、ちょっとずつは違うから見てほしいというところかな。工房の再開、そう、あと個展とかも今新しいものばっかり作ってるので、このあたりが形になって個展のイメージができたらね、ちょっと今のところは展示する作品っていう形をとってないので、展示できる方法とかも思いついたらやろうかなと。まあでも絶対年内にね、そうやな、年、ね、本当は4回ぐらい入れたいんです、個展を。まあ東京大阪で2回ずつぐらいなんですけども、まあ、今回はちょっとその勉強も入れたいので、まあ年2回とか、大阪東京でそれぞれまあ復活しましたよって挨拶も兼ねてできたらいいかなと。あとは名古屋も入れたいけどな、名古屋も入れたいですね、名古屋福岡で、できたら海外、みんなが言うにはニューヨークかな、だそうなので、できること機会があれば、誰か、知り合いでニューヨークでギャラリーやってるよっていう人がいたら紹介してください行かへんやろな、パスポートの取り方もわからんしな。まあ何かしらね、これからは活動的にやっていくということで、うちの何とも言えん作品が上がってきますけども、ぜひこれから楽しみに見ていただけたらと思っております。ではご視聴ありがとうございました。